瀬戸亮は低音のボイスの日本のラジオ DJ、ナレーター。ワインに造形が深く日本ソムリエ協会の認定資格を持っている。年齢不詳。本名未公表。青年月日未公表。低音ボイスでのダンディな語りが特徴の DJ、ナレーター。年齢不詳。写真も公表していないためラジオパーソナリティの割にはパーソナリティが伝わらない謎の DJ。 番組内ではワインバーのソムリエ役であるが実際日本ソムリエ協会の資格を保持していると番組で語っている。ワインバーのオーナーとしての番組では自らのワイナリー訪問、ワイン見識、東京の青山にあるワイン学校でワインの資格を目指して勉強をした等のワイン絡みの話が多い。フーン富士のサイトでは8月1日東京生まれの A 型とだけ記載がある。 また、フン・フジ・サーカ・デン・ツアーでないでは、慶応の慶音楽部出身等の自らの個人情報を語ることがあるが、辻妻が合わない部分もあり番組の構成上の役柄設定であると思われる。また、DJ になるためにアナウンス学校に通っていたとの話も。デビューは最近と思われるが、DJ、セット量としての情報は未公表部分が多い。声、話題から見て、 年齢的に相当遅い DJ デビューと思われる。ありがとうございます。